今回は、スクナの奥の手アギトに対する、読者の反応集をご紹介します。皆さんはどう思いますか？ぜひコメント欄で教えてください。それではどうぞ。スクナがヌエト君の名前を言うと、召喚されたのが環号十アギトという式神だ。ヌエ、と、コンの融合体なのか？大きさはマコラと同じくらい大きく、目は爬虫類のような感じだな。おそらくはヌエト君の融合体だ。伏黒の場合は、玉剣の白が殺されましたが、その力を黒に引き継いでが誕生している。このことからヌエト君を融合させた式神の可能性は高いな。また見た目が爬虫類っぽいので、熱感知能力、もしくはステレス能力なんか使いそうだな。ステレス能力は厄介だな。マコラと同等の強さだったら、さすがに五条も積むだろ。昆虫っぽさもあるから、復眼の可能性もあるな。五条の無制限の挙式に、期待するしかない。伏黒よりスクナの方が呪力高いから、やばい気がする。いつぶりかな。と、五条も、同様に、敗北の可能性を感じているしな。五条覚醒待機中。さすがに、おつこつ戦闘参加するんじゃなか。スクナの強さって、器用貧乏の最終形態みたいだな。コピー能力というか。五条と伏黒の先祖が相打ちなら、自分の術式もあるスクナが有利だし、相打ちになってる時点で無加減も絶対的ではないのかな。漫画的には、五条目線で展開してるから、パターン的にはスクナ勝つんだろうな。ショック。普段からほぼ無加減も出しっぱなしにして脳に負担もかけてる。脳反転術式を回し続けて何とかしてるからな五条。それで今回みたいに無茶なことをし続ければ間違いなく脳は焼き切れて限界を迎えて重篤な状態になり得ると思うよ。そもそも、伏黒に受肉したのが厄介すぎるよな。最初は、伏黒の術式って、ハズレっぽいなと思ってたのに、最強の術だったとは。五条のが隠し手札めっちゃ気になる。予想だけど、おつこつのリカを召喚するとかないかな。あれは外付けの術式だから、誰でも外付けできるみたいな。ヌエって、日本伝承の蛇と、虎と猿のキメラみたいな。アギトは、そこら辺の呪力の融合体だよな。ヌエの泣く夜は、無事では済まないと言い伝えがあるから、呪言的な能力か、聴覚に異常をきたす能力かもな。尻尾に蛇ってところがまんまヌエ、何人だよな。無制限の、挙式を使わなかったのはためがでかくて、スクナに警戒されてるからか。五条とスクナが唯一分かり合えるとか、下等かわいそうとか言ってる米あったけど、五条と下等は分かり合って、はなかっただろむしろちゃんと分かり合う、努力せんかったからの結果かと言って、そこがスクナと言われても違うと思うけど。やっぱり負けるかもしれない戦いって、バカクロとの一戦未来ない、のねというかなんやかんや、楽しいみたいな感じあるって、圧倒的最強って退屈なんか？一回しか、ギリギリの戦闘を経験せずに、ここまで来れるのやばいな。スクナ戦で死にかけることで、もう一段階進化するかもしれん。無制限の挙式って、単純に 100% 出力の、紫じゃないの、赤でマコーラ、消せなかったから、より威力高い技でってことで。というか、家入りのモノローグ的に、そこの孤独を生徒が埋めるって、話かと思ったら、少なかもしれないのやばくないか？結局、戦闘狂なんだ。強い仲間を育てるって言って、伏黒見つけて、先生やって、たくさんの生徒や仲間ができたのに、バカクロとの戦い以来、胸に穴が開いてますと言われても、ちょっと困惑。マコラは、攻撃に対する分析だから、反転の攻撃、食らわないと反転には、適応できないだろ。皆さんは今回の反応集について、どう思いましたか？ショート動画で最新話の方もまとめていますので興味があれば見に行ってみてください。動画が面白かった方はチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。